鉄十字、鉄十字、鉄十字,鉄十字は、ドイツを中心に中世以来使用されてきた紋章であり、通常は、鉄十字の意章をかたどった勲章を指す。このプロイセンを呼び、ドイツで先行のあった軍人に対して授与された章は、日本語では、鉄十字勲章あるいは、鉄十字章と称されることが多い。ドイツ語圏ではしばしば頭文字を取って、エーカーとも呼ばれる。 鉄十字章の黒十字を白で縁取り十字の先をやや広げたデザインはドイツ騎士団以来用いられていた鉄十字の紋章をもとに建築家カルル・フリードリヒ・シンケルが創作したものと言われていい最初の鉄十字勲章はナポレオン解放戦争における軍事功労章として1813年にプロイセン王国のフリードリヒ・ビルヘルム参戦によって制定された その後、不仏戦争時、1870年と、ドイツ統一後の第一次世界大戦時、1914年に再制定され、第二次世界大戦時、1939年には、ナチスドイツの勲章として制定された。鉄十字勲章は、通常の勲章のような工場的な除勲制度ではなく、大きな戦争が起こると、その都度その戦争における、 軍事功労賞として制定されている。すなわち、制定年度の異なる、鉄十字賞は別の勲章であるということもできる。制定された等級は、戦争ごとに異なるが、大鉄十字賞及び一級鉄十字賞、二級鉄十字賞は共通して制定されている。このほかが、ナポレオン戦争と第一次世界大戦時に、特に功績のあった、 大鉄十字勲章受賞者に授与された。勲章名は各受賞者名を関して呼ばれている。第二次世界大戦時には大鉄十字勲章と一級鉄十字勲章の間に位置づけられる騎士哲十字章も制定された。最初の鉄十字勲章であり、ナポレオン戦争の時プロイ戦のフリードリヒビルヘルム三世が制定し、祖国解放戦争に功績があった軍人及び、 民間人に授与された。この勲章は一種の軍事功労章であり、ドイツでは初めての身分に関係なく同種の章が与えられる勲章であった。1813年章として知られ、章の裏面には王冠と白洋及びフリードリヒ・ビルヘムの頭文字、FW と制定年度の1813が刻印されている。この刻印は、 祖国解放戦争の勝利を記念して創設された、この勲章の伝統を受け継いでいることを表すため、以後制定された、鉄十字勲章の理念にも施された。ゲプハルト・レベレヒト・ホンブリュッヘル元帥は聖章を授与された。この聖章は、ブルーチャースターンと呼ばれている。不服戦争時に、ビルヘルム一世により制定され、1870年章として知られている。 章の表面には、王冠とビルヘルムの頭文字、W 及び、制定年度の1870が刻印されている。ドイツが統一された後も、第一次世界大戦時には、プロイセン国王ビルヘルム2世により、プロイセン王国の軍事功労賞として、再度制定された。1914年章として知られ、章の表面には、王冠とビルヘルムの頭文字、W 及び、 制定年度の1914が刻印されている。パウル・フォン・ヒンデンブルク元帥が聖書を授与され、この聖書はヒンデンバーグスターンと呼ばれている。ドイツ帝国が崩壊した後、ナチス政権になっても第二次世界大戦が勃発するとアドルフ・ヒトラーが再度制定した。1939年章として知られ、 章の表面には針十字と制定年度の1939が刻印れている。上級章官が対象となる大鉄十字章と一般兵士にも広く授与される一級鉄十字章の間には大きな開きがあった。第一次世界大戦までは大鉄十字章と一級鉄十字章の間に位置する将校を対象としたプールルメリット勲章等の武功勲章が 各両方ごとに制定されていたが、王政廃止に伴い廃止されていた。そのため、同様の位置づけの騎士鉄十字章が制定された。ただし、それらの勲章と違い、騎士鉄十字勲章は、重要対象者に、階級の制限はない。戦争の長期化に伴って、騎士鉄十字章には、上位の白羊付騎士鉄十字章、白羊、剣付騎士鉄十字章、白洋、剣、 ダイヤモンド付け期私鉄十字章、金白葉、剣、ダイヤモンド付け期私鉄十字章が制定された。金白葉、剣、ダイヤモンド付け期私鉄十字章の受賞者は12人と定められていたが、授与されたのは、ハンスウルリッヒルデル一人であった。聖章も制作されたが、受賞者はなく、戦後連合軍に接収され、ウェストポイント陸軍士官学校の戦争記念館に、 所蔵されている。現在のドイツ連邦共和国においても、鉄十字章は正式な勲章として廃用が認められている。ただし、針十字マークの使用は民衆先導罪適用の対象となるため、第二次大戦での受章者に対しては、1957年に針十字を白用に置き換えた勲章を改めて渡している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。